外から見てて誰がいいとか、はい、僕一押しは田中選手なんですよ、田中美希也選手彼が僕あの、日本代表と試合した時に、うん、ダルビッシュ投手から初球低めのボール球のまっすぐやったんですけど、うん、空振りしたんですよ、うんで、その時に、あれ、この子結構思いっきりいいのかなとか、うん、あと考えてす気立ってるのかなと思ったんですよ、うん、要は初球の低めのボール球のまっすぐっ振らないじゃないですか、うん、大体。 でも多分めちゃくちゃ速い球をイメージして初球まっすぐ来るからとらえようと思って目つぶって振ったぐらいのタイミングで振ったと思うんですよ。うん、それできる選手ってなかなかいないと思ってて、うん、この選手は多分野球のとかもすごいある選手なのかなと思ったんですけどその通り合ってますかか正解だからこの選手がもう一番手にボンって出てきたらドラゴンズ一気に強くなるんちゃうかなと思ってるんですけど。